日本人としてはね、真っ赤なもみじが象徴的な紅葉を見てますので、紅葉というのはなかなかこうね、ピンとこないかもしれませんけれども。君は皆様にホテルでね、ようこそお越しいただいたけれども、今クリスマスに来て、いくらあったの？私も若い時でね、そう、そうなのよ。あんたも帰る帰る時はそんな忙しくてもないんで、お金も多くないんで、ね、ないしね、Then from here a little bit the same way back and continue walking. ちょっとだけ同じ道を通ってまたねさらに進んで水がずっと P3 one hour and a half。で1時間半ぐらいの、はい、P3 まで。あいいないいな。大きな滝、大滝、栗戸口、大滝。今日は雨が落ちなくてよかったですね。昨日のね雰囲気ですと、そして朝早い時間の雰囲気ですとちょっと雨降ってもおかしくないかなと私は思ってたんですけれども、さすが皆さん、しかも今日下の湖がね歩けて、もうそれはねもう何者にも変えない。
お掃除のタイミングが、ね、何時ぐらいに入るかっていうのはありますけれども、まあ、そういうのも選択肢の一つでできる今回のドブロブニク博ですから、これ近郊のチャフタットだともうちょっと距離がありますので自分で帰るにしては悩みどころだなってなりますが、交通量によります。今日金曜日ですの、金曜日ですよね、今日ね。はい、多分金曜日だと思いますので、はい、それもちょうどいい時間に入っていくような気がしますので、渋滞すれば1時間、それなら買い物の方が大事だという方は、お手洗いね、そんなおすすめですけれども、どちらでもいいですけれども、マケドニア行ったら僕はリンゴを買ってあげるのよって、ここに